韓国の男性アイドルグループ、N.S サイン、N サインのリーダーを務めるギノワン市出身のカズタさんが31日に26歳になるのを前にファン有志が誕生日を祝う広告などを企画した。28日には、那覇市泉崎の琉球新報ビルの柱にもポスター広告を設置した。早速ファンが記念撮影に訪れていた。 広告は1月3日まで。31日午後6時から1日午前0時まで、新宝ビルをカズタさんのメインカラー、ピンクにライトアップする。カズタさんの写真がラッピングされたバスは1月14日まで運行する。東洋バスの合わせ西線31系統は、那覇バスターミナルから合わせ間を走る。県庁前にある屋外ビジョンでは、 31日まで動画のビジョン広告を放映している。今年は東京など4カ所でもビジョン広告を放映。31日のライトアップも北海道など4カ所で行う。韓国のインチョン国際空港内にもビジョン広告を掲載している。ファン有志の集まり、カズタジャパンファンベース、カズタジャパンファンベースが企画。 広告費を募ったクラウドファンディングでは502人から295万3000円が集まった。韓国の男性アイドルグループ N.S サイン、N サインのリーダーを務めるギノワン市出身のカズタさんが31日に26歳になるのを前にファン有志が誕生日を祝う広告などを企画した。28日には 那覇市泉崎の琉球新報ビルの柱にもポスター広告を設置した。早速ファンが記念撮影に訪れていた。広告は1月3日まで。31日午後6時から1日午前0時まで、新報ビルをカズタさんのメインカラー、ピンクにライトアップする。カズタさんの写真がラッピングされたバスは1月14日まで運行する。 東洋バスの合わせ西線31系統は那覇バスターミナルから合わせ間を走る。県庁前にある屋外ビジョンでは31日まで動画のビジョン広告を放映している。今年は東京など4カ所でもビジョン広告を放映。31日のライトアップも北海道など4カ所で行う。韓国のインチョン国際空港内にもビジョン広告を掲載している。 ファン有志の集まり、カズタジャパンファンベース、カズタジャパンファンベースが企画。広告費を募ったクラウドファンディングでは、502人から295万3000円が集まった。